横前歌舞伎保存会は今あの会員数60名、約60名で年間4回の定期公演と、それと出張公演や慰問公演、そういうのを中心に、あと子ども歌舞伎教室の指導、そういうことをまあ年間を通じて行っています。日本中にこういう地毛芝居や地歌舞伎やの地芝居、いろんな言い方するんですけども、あるんですけども、あのそういう中で横前が日本中でこうちょっと自慢できるなっていうのは、一つは途絶えてない、江戸時代から一度もこう途絶えずに今までこう息づいているっていうことが一つ魅力なんで、そういう伝統を僕らはもう大事にしてるんです。次にこうバトンタッチする役目を今担っているんだっていうところを、まあ見てほしいな、自分たちはそういうつもりで頑張っているんだということですよね。保存伝承ってこう、これさえやってたら絶対にあのうまくいきますよ、これだけ覚えたらできますよっていうことがないんで、その地域性もあるし、で、まあ、それぞれそういう団体、あのもっと広い視野に立って、まあ、横前歌舞伎だけを守るっていうのをやめて、いろんな団体と交流していくところでこうアイデアが生まれたりしていくんじゃないかなとは思ってます。なんかこういう交流っていうのがこれから一番大事になるんじゃないかなとは思ってます。子どもたち向けにあの今奈義小学校はあの3年生 の, あの総合学習の時間で歌舞伎に取り組もうっていうことで、歌舞伎をやってみよう、まあこれセリフの群唱だったりちょっと振り付けがあったりするだけなんですけども、でそういうので親しんでくれた子があの今度うちの歌舞子ども歌舞伎教室に加わってくれたりして、あの子ども歌舞伎教室はそういう意味ですごい今盛り上がってるんですけども、長い将来向けての種まきの期間なのかなとは思ってます。その子らがまた将来奈義町に家族持ったりしてこう続けていくときに、横前歌舞伎があって、ああ昔やったな、面白そうな、もう一回やってみたいなと思ってくれるための種まきかなと思って今、まあ、頑張っているということです。もう時代が進んでね、あの変わっていくのはもうしょうがないとは思うんですけど、あの守るべき伝統はこう守りながらずっとこう続けていかなければいけないとは思います。で僕らがこう頑張って続けていったら、なんかそのうちうちらもやろうよとかっていうのがこう生まれてくればなおいいなと思ったりね。東作州で地歌舞伎保存協議会っていうのを作って、あの、ね、昔もっともっとたくさんあったんですけど、今4団体しか残ってない。そこの団体こうみんなでこう集まって、まあ、保存会のこう垣根が少しでも低くなって、まあ、これ岡山県があの旗振り役になってくれて、今4団体合同のそういう組織を作って、自分たちでこうプロを招いて、プロの演出家、プロの床山さん、プロの化粧師さん、そういう人を招いて、勉強しようっていう活動を続けています。人材集めるっていうのにも、今奈義町6000人ほどの町なんですけど、6000分の何じゃなくて、こう宮坂地域になるとこう何万人も人がいて、その何万人の上の歌舞伎の活動ができたらなとは思ってます。